はいどうも、テケテケです。とつで、ももちちゃん、分析前編動画出してきましたが、まあ、弓将の中では最強格に強いキャラクターが出てきたなってことで、まあ、特に、李衆を絶対倒すという意気込みが半端ないキャラクターである反面、まあ、やや武将には弱いかなというようなスキル構成になっていたキャラクターですが、まあ、細かいスキルの説明なんかは前編動画見ていただければと思いますが、まあ、今回は、このももちちゃんの対人戦の対マン戦ですね、まずは見ていきたいと思います。で、また、別途、このももちちゃんをデッキに組み込んだデッキ戦での戦いの映像なんかも動画収録してきますが、まあ、今回は1対1、でどれぐらい活躍できるのかっていう部分について深掘って見ていきましょう。ちなみに今回のサーバーは、はい、奥義の解放数なんかは、はい、あえて奥義を解放しないでおいたりして、まあ、370個中59個ちょっとそれでも多めですかね。まあ、とはいえ私のハイカキンサーバーみたいなほぼ奥義もコンプしてるようなサーバーに比べたら副将ちゃんの個性は薄まっていない方のサーバーになりますんで、まあ、ハイカキンのももちちゃんに比べればかなりももちちゃんの個性がしっかりあるリアルなももちちゃんでの対人戦、はい、今回見ていきましょう。はい、で今回のももちちゃん戦力2200万で作ってきました。もうちょっとさっき戦い終えちゃったんですが、弓の強化忘れてましたね。ちょっとクリティカル出づらいももちちゃんになっちゃってますが、はい、細かいステータスはこんな感じ。まあ、それでも会心率 86.8% と、まあ、もう十分ですね。弓の強化なくてもめちゃくちゃ高いです。はい、こちらのももちちゃんで今回対マン戦やっていきます。はい、ということで今回もこんな SKG メンバーのみんなと切磋やっていきます。 SKG メンバーのみんなよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回から SKG メンバーのみんなでもしタイミングなんかが合えば3人切磋こういう風に組んでもらってやれば首相ちゃんもいない本当の1対1作ることができるんで、いや3人切磋検証にめちゃくちゃありがたいですね。はい、ということでまず帰国士からやっていきますか。はい、今回ゲイピーさんが2200万の帰国士大体同じぐらいの戦力で作ってきてくれました。はい、ということでこちら先手で見ていきましょう。まず帰国士殴っていって1回目チシムシから戻ってきてそこから落としてちょ待って、まさかの血しだめ虫2回までしかさせませんでした。本来このキャラクター4回できるんですが、ミソは、はい、こちら初撃のここですね、範囲攻撃の時に陰陽5ターンに減らしてしまうので、はい、この後血しだめ虫もう1回来て2ターン使って血しだめ虫するんで3ターンになって、でもう1回血しだめ虫ここで入るんですが、ここでも2ターンマイナスして陰陽残り1ターンになっちゃうんですね。でそうすると2ターン消費ができないので、本来であればもう1回ぐらいであれば血しだめ虫できたんですが、残り1ターンの陰陽だと、はい、血ダメージ無視ができず、わずか2回の血ダメージ無視で先手を取った場合、対マンの場合は簡単に勝利という形でのまさかの同格帰国士赤子のように落としていく勝ち方となりました。いやこれやばいな。はい、まあ白戦なんかでもし帰国士が守りに入るような場面があったら、ももちちゃん投げてあげれば割と簡単に落ちる可能性高いですね。さあじゃあももちちゃん後手で見ていきましょう。はい、帰国士に先に殴られて、はい、と金消費させられて1回持って帰って残影化してますね。ただそこからやっぱり残影化で避けて、はい、逆にこっちの攻撃また、はい、陰陽を減らしていって2回チシムシまでで終わりました。あと2回帰国しできますね今回は。はい、でまた1回チシムシ持ってかれて、いや避けますね。レベル同じ回なんですけどね。はい、また1回チシムシから結局後手でも勝ちと。はい、ことで、まあ、帰国し相手には先手後手どちらも勝利という形となり、まあ、かなりやっぱり防止に強いなって印象ですね。いや、と金プラス残影が硬すぎますね。まあ、奮起やと金なんかで敏捷値がめちゃくちゃ高くなってるんで、その敏捷値を利用しておぼろ月化することで、まあ、おぼろ月敏捷値の 2.5 倍分の知力値ダメージをカットできるんで、まあ、知力値ダメージに頼っている帰国しなんかのダメージも下げれる珍しいキャラクター。しかも帰国しに剥がれない罪悪制裁をつけることで、まあ、帰国し自体の火力も 40% 減しているということで、まあ、対マン防止相手めちゃくちゃ強いですね。はい、じゃあ2100万のクレオパトラ同格ぐらいどうか見ていきましょう。先手で殴っていきますが、1回目落として惑星で戻ってきて、さあ2回目落として向こうの反撃でこちらも落とされて、はい、残影状態になっちゃいました。さあ向こうの攻撃、さあコピーしてくるんですね。はい、聖護バフ奪いされて残影と奮起だけになって、さあ殴っていって向こうめちゃくちゃ硬くなっちゃいました。しかも武将で弓将にはめちゃくちゃ硬いので、いやダメージ当てられない。そして向こうの攻撃避けますが、徐々に食らって残り8パーの HP、なんとか1巡目耐えて、はい、2巡目入りますね。殴っていきますが、いや残影がまだ一旦残ってますね、コピーした。はい、ちょっと長めの残影が仇になってクレオパトラを守る形となり、いやこちらがどんどん追い詰められてますね。うん、硬い。はい、ここで一回チシムシ持っていって反撃食らって、でまだ殴っていきますが全然落としきれませんね。はい、でただこっちも残影で避けて頑張ってますね。はい、よく避けまくったここまで。はい、レベル差3勝ってますが、この余計は素晴らしい。さあ、ということで9ターン目までなだれ込む形になりそうですね。はい、聖護バフなんかが全部なくなった状態なんで今チャンスですね。はい、コピーされる前に殴って、あ、ただ
はい、反射で落ちて負けとなりました。まあ前編動画でも少し触れましたが、ももちちゃんスキル1の方が HP 吸収とか HP 回復がないので、効果力なスキル1に反射合わせられるとちょっと弱いんじゃないかって話してましたが、まさしくその通りとなりましたね。はい、武将で粘られて、なおかつ死亡時反撃なんかも食らわせられながら反射ダメージで落ちると。まあ残影で耐久作ってるんですが、反射ダメージは避けれないので、クレオパトラ苦手ですね。まあただ相打ちまで持ってったのはよく頑張ったってとこでしょうか。はい、じゃあお次、同格のレオニダス2000万、さあ見ていきたいと思いますが、もうこれ完全に泥試合でした。ちょっとね、早送りで見ていきたいと思いますが、もう勝負が全然つかないということで、まあ、弓将の対策めちゃくちゃ強いレオニダス、さすがのももちちゃんでも攻撃があまり通らず、まあ、さすが今季最大のタンクキャラクターということで、まあ、どんなに殴ってもなかなか攻めが展開していかず、はい、まあ、致死ダメージまで何回か届いたりしてるんですが、まあ、そのためにかかるターンがめちゃくちゃ長いんで、これ対人戦のデッキ戦なんかだと、これだけレオニダスに粘られてしまうと、その間にレオニダスの後ろに隠れてる副将にももちちゃんがやられてしまうので、はい、もう9ターン経ってもまだ落とせてませんが、まあ、これはダメですね。こんなにかけて落とせないよ、じゃあデッキ戦だと完全にレオニダスに阻まれてしまうので、はい、タンク立ち回りムーブがこれは制した形になりますね。まあ一応殴ってて、どんどん致死ダメージ出してレオニダスピンチにさせてるんで、まあ、この勝負には勝てるかもしれませんが、まあ、デッキ戦なんかの環境で考えた場合には、まあ、これだけ耐久されたらもう他のキャラクターにやられてしまうということで、まあ、これはレオニダスの作戦勝ち、まあ、スキル性能勝ちといったところでしょうか。にしても長いですね、はい、多分これでお互い最後の致死ダメージ無視ぐらいまでいってるんじゃないでしょうか。まあ、地味にレオニダスの攻撃なんかもももちちゃん効いちゃってますからね。残影状態に入らされちゃってますね。さあ、ということで戦い長引いてもう終わりますかね、そろそろ。はい、20ターン目入って、ここから1000位入るんで火力上がるんで、はい、さすがにこれ落としますね。はい、ももちちゃんの勝利とはなりましたが、まあこれは実質負けですね。はい、じゃあお次、本田忠勝1500万見ていきますか。はい、木立てによる反射、スキル1が痛いんですね。はい、1回目残影持ってかれて、はい、そこから2回目の致死無視はギリ行きませんでしたが、忠勝の攻撃で、はい、これ、7% 残りましたね。はい、まだ1回だけ致死ダメージ無視からスキル2、こっちは 100% HP 回復しながら殴れるんで、忠勝に勝利と。まあスキル1かなり怖かったですが、スキル2の方は HP パーセンテージで負けてる場合には 100% HP 回復しながら、まあ木立の点火ダメージなんかは、と金と残影によって、避ける回数にもよりますが、最大 90% ダメージカットできるんで、まあ点火ダメージはあんまり怖くなく、まあ純粋な本田忠勝の反射ダメージですね。だけであれば、スキル2の方は、なんとか致死ダメージ無視なんかもあまり消費せずに落とし切るという形での勝利になりましたね。はい、じゃあ他の試合行きましょう。テフちゃん行きましょうか。はい、テフちゃん先手で援護か入ってもらって、ただすぐ その援護は剥がして、まあ、スキル1敏捷地で勝ってれば援護剥がせるんで、まあ、ただ連撃の方は剥がせないんで、はい、致死ダメージ無視何回か使わされてますね。天然ボケがやっぱりいい仕事しますね。はい、ただスキル2で生後援護の上から殴って HP 回復しながら殴れるんで、こちらも、はい、最後の援護まで使わせて勝ちと。まあ、やっぱり致死ダメージ無視5回もできるんで、さすがにそれだけあればテフちゃんにも負けませんね。ただしテフちゃんはローコストで今のような立ち回りができるってところがいいとこなんで、これ1対1だから勝てましたが、他に主力がいる中でのテフちゃんに何回か致死ダメージ無視使わされてしまう形になると、デッキ戦では思うので、まあ、厄介であることは変わらないですね、テフちゃんが。じゃあお次行きますか。はい、2500万、ちょっとだけ格上のケイちゃん。2先手取られて、殴られて1回致死無視からその後残影で避けて、で逆にこっちも殴っていって1回復活まで持っていき、2回目。3回目まで行きました。一撃でいったのすごいですね、今。さあ、最後の復活まで使わされたケイちゃん、こっちはまだ1回だけから避けますね。はい、レベル差なんかも、ちょっとこっちが負けてるんですが、はい、それでも有利な戦いを繰り広げて、スキル2で落とし切りましたね。はい、同じ弓将同士の戦い、まあ、硬さはやっぱり桃内ちゃんの方が1枚上な感じがしますね。まあ、ケイちゃん、生後バフ剥がし連撃ができないんで、残影もろに困っちゃってましたね。はい、ただ今、はい、ケイちゃん後手だ、先手だったんで、今度ケイちゃん後手ですね。後手だと残影状態に入った状態でスキル1ケイちゃん迎えられるんで、9回攻撃になるということで、まあ、スキル1の攻撃回数多ければなんとかなるかっていうところですね。はい、1回目チシムシから2回目チシムシまで避けて持ってきませんでしたね。さっきと同じ展開ですね、これは。で、そうなると、あ、ケイちゃんも避けてますね、でも。頑張って避けて、これ2巡目までいきそうですね。はい、いや、ケイちゃんのめちゃくちゃ強い攻撃も、これしか受けないのは、本当に硬いですね。はい、5ターン目最後の復活使わせて、そのまま殴り倒して勝ちと。うん、弓将最強ですかね、ここまで行くとやっぱり。さあ、じゃあお次行きましょう。2000万のモルレット。こちらがやや格上ですが、モルちゃんのスキル値痛いですね。はい、残影状態になって、今まだ狂乱状態じゃないんで避けて、ただここですね、モルちゃんを殴って落としてしまうと、残影状態、狂乱状態になってしまうので、さあ、ここから必中なので、いくら、はい、と均等残影があっても、その上から、殴られて落とされちゃいました。はい、ちょっとモルの評価がまた上がりますね、これは。やっぱり狂乱連撃苦手ですね、ももちちゃん。で、またモルの死亡時反撃は必中だし、生後バフ全部剥がしてくるし、ということで。いや、モル苦手ですね。さあ、じゃあお次行きましょう。リシ。はい。今度、このリシ2000万でこっち格上なんですが、レベル差が結構あって、
207レベル、はい、レベル16も上の力士なんで残影で避けれないっていうバージョンですね。見ていきましょう。はい、残影化しましたが、はい、力士に、あ、こっちの攻撃がまず当たってないですね。特に残影もない力士にちょっとレベル差つきすぎですかね、これは。はい、でせっかくついた残影なんかも力士のスキル2では剥がしながら殴られてしまうので、まあ、ケイちゃんの方が力士相手だと戦いやすいですね。残影剥がれないんで。はい、ということで力士の2巡目のスキル1で落とされて負けと。はい、まあ、力士の抗議なんかは桃地ちゃん封じることができますが、まあ、だったらもう力士はレベル差マウント逆に取って上から殴り倒してやろうと。はい、まあ、ここまでレベル差があれば力士が勝つ形も作ることができるという感じでしょうか。さあ、じゃあお次見ていきましょう。紫式部先手で殴っていきますが、いや、式部には本当弱いですね。このキャラクター血ダメージ無視するたびに攻撃回数増えるんで、はい、今回初めてのお相手さんのスキル1で一挙動で落とされてしまいました。やっぱり武将に弱い印象ありますね、ちょっと。まあ、特に紫式部は全キャラの中で最高火力なんで、いくら弓将で一番硬い桃内ちゃんといえども戦力でもわずかに勝ってますが、スキル1だけで負けてしまうと。強い紫式部。さあ、じゃあ次行きましょう。タワラトータ弓将同士の戦いですね。戦力も似たようなものになってますが、トータ先手で、はい、1回血虫まで持ってかれて、こっちのスキル1、はい、血虫何回かさせて、いや、厳然消費させていきますね。厳然終わらせちゃいましたね、1ターン目で。いや、これはやばい。でスキルにスプラッシュ含めた連撃してきますが、あまり効かず、まあ、圧倒的な火力差と耐久差でもって余裕の勝利という結果となりました。お次、同格の上泉信綱先手で見ていきましょう。1回目落とされて、はい、残影状態入って、さあ、ただ信綱落とすと狂乱状態になってしまうので、さあ、これどうかですね。はい、一応制裁つけますが、あ、制裁外れて落ちちゃいましたね。まあ、ただ狂乱状態で殴られて、これは持ちませんね。はい、圧倒的な信綱敗北となりました。はい、まあ、信綱の場合復活挟んで狂乱化で戻ってくるんで、残念ながら信綱には制裁つけれないんですね。これ制裁つけれてれば狂乱化でも必中じゃなくなるんで面白かったんですが、信綱が血ダメージ虫系キャラクターだったらワンチャン残影で狂乱連撃避けてた可能性ありますが、まあ、実際はこんな感じで全く歯が立たないっていうような結果となりました。はい、じゃあ3000万の大谷氏見ていきますか。はい、大谷氏先手で殴っていって、そこで血虫まで持ってかれて、はい、1000万ぐらい格上ですが、まあ、それでもダメージとしては割と簡単に、はい、最大4ターンまで持ってきて、そこから殴り倒すか行くか。うわ、3パー残った。あわや行くとこでしたね。いや、ただこの後残影で避けて、うん、これが避けますね。はい、レベル差もちょっとこっち勝ってるんでそれもありますね。はい、でバリアを壊していって上から殴っていきますが、はい、ギリギリ落とせましたね。いや、さすが最大半分になってからは硬いですが、まあ、それでも押し切るぐらいの弓将の馬力があるということで大谷氏にも勝利、かなり格上でしたね。はい、じゃあ2500万でやや格上ですが、はい、レベル差もうちょっとだけ向こうが上で、力士どうなるか見ていきましょう。はい、スキル1結構押されて、いや、と金結構いかれますね。あ、全部いかれちゃいました。はい、ちょっと効いちゃってますね。いや、ただこれ力士が先手だったんでちょっと押されましたが、じゃあこっち先手見ていきましょうか。はい、こちら先手で殴っていきましょう。うん、ちょっとミスが出ましたね、今。レベル差が効いちゃってますかね。まあ、ただ、攻撃当てて落として。さあ、おぼろ月がついたんで、敏捷地ベース防御虫攻撃に硬くなって、まあ、さっきとは全然違いますね。やっぱり。あ、で、封印も入っちゃいました。さあ、この封印が痛い。何が痛いって、聖護バフ剥がしながら殴れるんで、残影を剥がされて、殴られると、はい、復活後のこの残影が剥がされて、連撃されてしまうので、ちょっと、獲物でありつつ、天敵でもあるムーブしてくるんですよね、リシが。さあ、ここでやっと、スキル2回打てて、さあ、噴射状態。まあ、攻撃化は怠慢なんでさせませんが、さあ、それでどこまでいけるか。いや、出してますね、ダメージ。さあ、ただここで終わって5ターン目、スキル1、先手で打って勝ちと、うん、いう形で、戦力上、レベル上の力士、このぐらいまで詰まってくると、勝てますね、先手で。まあ、ただ、力士のムーブも、ももちちゃん、やっちゃ嫌ですね。いや、ちょっと面白いバランスですね。まあ、なんなら、帰国士の方が戦いやすかったまでありますね。力士は攻撃力ベース防御虫攻撃も混ぜて殴って、しかも聖護剥がし連撃してくるんで、かなり嫌でしたね、今戦ってみて、実際には。ということで、SKG メンバーのみんな、切磋ありがとうございました。普通に強いですね。まあ、ただ、ちゃんと武将に弱いみたいな弓将らしさもあって、まあ、超ぶっ壊れといったら、そうでもないのかなっていうのが私の感想ですね。獲物とする力士相手に弱点残してるあたりが哀愁があって、ちょっと力士に困らされてた人からしたら、もう徹底的に力士はやってほしいと思ったかもしれませんが、まあ、実際には力士に殴られたらこっちも困るような感じになっちゃってましたね。まあ、ただこれ歴戦での戦いになると、また力士の抗議化がある上でどうなるかっていうところがあったり、まあ、あとこっちもこっちで力士のスキル2の HP が低い相手に対する連撃みたいのを血ダメージ無視で場に戻ってくるときに HP 増えて戻ってくるんで、最初から途中から外れたりみたいな逃げ方ができたりで、意外と多分力士のスキル2なんかで追い込まれないうちにこっちは知力値が高い相手を狙ってったりするんで、力士追い込んでいって落とすみたいなことが多分見られるか
かなと思いますんで、ちょっとまた歴戦楽しみになってきましたね。はい、とつで、まあもう十分強かったです。で、この動画が収益が通れば、この後、分析後編動画で、じゃあ戦役やボス戦、城戦なんかどうかみたいなところも含めて総合評価やっていきますので、はい、そちらの動画ももう少々お待ちください。はい、とつで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。